日足トンネルは、栃木県日光市の清滝地区と足尾地区を結ぶ、国道百二十二号のトンネルであり、九百七十八年三月三十日に開通した。制限速度は、前線時速四十キロメートル。急道である、舗装峠のつづら折れや車がすれ違えないほどの、狭外道路は、日光と足を結ぶ、大動脈として、慢性的な渋滞を招いていたことから、 1973年10月22日に栃木平にて非公式が行われ、4年半の歳月を費やして1978年3月30日に開通。走行費は65億円、トンネル幅は9メートル、総延長は2765メートルにも及ぶ、長大トンネルとなった。このトンネルが国道122号の振動となり、 舗装峠ルートは急道に格下げされた。入り口付近にはトンネル開通記念碑が建てられている。開通記念碑、足トンネルの開通によって、足尾町の交通が改善されただけではなく、近世道路の陶器閉鎖に伴う迂回路としての機能が改善されたことになる。昔からこのトンネルがある舗装峠は足尾銅山で産出された塔などを、 日光東照宮周辺まで運ぶための作道が通っていた。足尾鉄道の開通によって作道は廃止された。足尾町は鉄道の開通によって東京や桐生市への交通の便が良くなったのに対し、県と宇都宮市へのアクセスには峠越えか、または桐生市、栃木市、小山市経由で遠回りとなり、不便であった。また、日光市が隣にありながら、 桐生市以外はどちらも行き来の不便な場所であった。天候によっては、桐生市側川の道路、鉄道が通行を止め、運休になることがあり、孤立することがあったが、トンネルの開通によって、宇都宮と日光が近くなり、孤立することもほぼなくなった。合併によって、日光市となってからは、足尾地区と市街地を結ぶ唯一の道路である。保守工事が行われるときは、 片側通行止めとなる。鉄道は通っていないが、日光市営バスが、足尾清滝東部日光駅 JR、日光駅間を1日6往復通る。笹子トンネル天井板落下事故の影響を受け、2014年11月から2015年3月に、かけて、天井板の撤去と通風路の代替となる、Z ファンの設置工事が行われた。ありがとうございます。